おはようございます。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。木下青魚店の娘、お魚娘です。魚屋の娘として生まれ育った私は、幼い頃からいろんな魚と触れ合ってきました。そのため魚にはちょっとうるさいです。このチャンネルでは、魚を釣るのが好き、さばくのが好き、食べるのが好き、とにかく魚が大好きという方に向けて、魚のさばき方から魚にまつわる雑学まで役に立つ動画を配信しています。ホームページでも魚の雑学をブログ配信しているので、興味のある方は下の概要欄からご覧ください。それでは本日の授業を始めていきましょう。高級魚キジハタのさばき方。前処理。用意するものはこちら。魚はとってもデリケートです。水風船を触るくらいの力加減で触ります。できる限り触る回数を少なくするのがポイント。1件目、鱗取りを使います。尾から頭へ体にこすりつけます。エラブタにトゲがあるので怪我をしないように気をつけてね。包丁を入れる背と腹の際はきれいに取るのがポイント。ひっくり返します。尾から頭へ体にこすりつけます。鱗取りの完成。2件目、エラと内臓取り。エラ蓋を開き、エラの付け根を切り落とします。顎下を切り落とします。エラが硬いので怪我をしないように気をつけてね。腹びれの間から肛門まで包丁を入れます。エラと一緒に内臓を引き出します。3件目、頭取り。後頭部から胸びれの延長線に包丁を入れます。ひっ
繰り返します。後頭部から胸びれの延長線に包丁を入れます。中骨の透明なところめがけて包丁を入れます。頭取りの完成。ここまで終わったらさっと水で洗い、布巾で水気を拭き取ります。前処理の完成。チャンネル登録してね。バイバイ。